クーターガメ族は、カメモクヌマガメ科に属する族。模式種はリバークーター。アメリカ合衆国東部、メキシコ北東部最大種は、リバークーターで、最大高潮43.7センチメートル。最小種は、リオグランデクーターで、最大高潮23.5センチメートル。乾板の表面は滑らかで、成長輪はあまり発達しない。C 乾板に、 筋状の盛り上がりがある。後部縁甲板はややノコギリ状に尖る。左右の喉甲板の間には切れ込みが入らない。左右の後甲板の間には浅い切れ込みが入る。頭部はやや小型か中型。上顎の先端がへこみ、その両脇が牙状に突出する種が多い。上顎の後合面には突起が並ぶ。 下顎を覆う角質に、ノコギリ状の突起がある種が多い。獅子は頑丈で、指跡の間には、水かきが発達する。尾は、短いかやや短い。メスはオスに比べると肺高が幅広く、高高が高い。オスの生態は、粉炭が突出し、前肢の爪が、直線的に伸長する。また、尾が太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、 総排泄口全体が、背後の外側に位置する。さらに全身や一部が黒く変色する個体もいる。メスは、尾が細い上に短く、尾をまっすぐに伸ばしても、総排泄口の大部分が背後よりも内側にある。以前は、赤耳亀族と共に、ニシキガメ族に含められたり、本族に赤耳亀族を含む説もあった。 現在はそれぞれを独立した族とする説が有力で、ニシキガメ族との禁煙性は、不明なものの赤ミ,ミガメ族は本族に特に禁煙ではないと推定されている。リバークーターの亜種、フロリダクーターを独立種とし、ペニンシュラクーターをその亜種とする説がある。アラバマーカハラガメ、フロリダーカハラガメ、北アカハラガメの3種からなる、単系統群とリバークーター、 リオグランデクーター、ペニンシュラクーターの3種からなる、単形統群を形成すると推定されている。また前者を、赤原亀アゾプティカミーズ、後者を、クーター亀アゾの2ア族に分ける説もある。テキサスクーターは、形態や、酵素の電気エ動による、分子系統学的解析から、リオグランデクーターと単形統群を形成する説や、 本属内では最も初期に分化したとする説もある。河川、湖、地上、湿原などに生息する。植生は植物食傾向の強い雑食で、水草、草類、魚類、両生類の妖精、昆虫、甲殻類、貝類などを食べる。幼体は動物食傾向が強いが、成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は卵生。 フロリダーカハラガメはアメリカアリゲーターの巣に卵を産むこともある。本属の構成種を指す総称であるクターはアフリカからアメリカ合衆国に連れて来られた奴隷の現地語であるバンバラ語やマニンカ語でカメを指すクタに由来するという説が有力。日本では流通量が多く遺棄されたと思われる個体の発見例がある。もし大量の個体が定着した場合は 在来種との競合が考えられることから、属単位で、要注意外来生物に指定されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。アクアリウムや、アクアテラリウムで飼育される。多くの種は大型になるため、ケージも大型のものが必要。日光浴を好むため、皮膚を乾燥させる、陸上や暖房、照明器具を設置する。水質の悪化に、 弱く、また特に容体は低温に弱いため注意が必要。飼育下では人工飼料や乾燥飼料にもえずく。ありがとうございます。